坂本義弘は、日本の通産官僚。通商産業審議官を最後に退官後、アラビア石油代表取締役社長、奥ホールディングス代表取締役社長、三菱重工業取締役、セントラルガラス取締役等を歴任した。大阪生まれ。岸和田高校を経て1962年、東京大学法学部卒業後、通商産業省入省。 妻は入省同期の坂本春夫。通商産業省航空機武器課長。通商産業省国会担当参事官。通商産業省産業資金課長。通商産業省機械情報産業局総務課長を経て、1986年通商産業大臣官房総務課長。1987年臨時円高対策本部幹事会座長。 同年通商産業省通商政策局国際経済部長1988年資源エネルギー庁石油部長1989年通商産業省機械情報産業局次長1990年通商産業省省務流通審議官1991年通商産業省基礎産業局長1992年通商産業省機会 情報産業局長。1993年通商産業省、通商政策局長。1994年通商産業審議官。1996年大官、通商産業省顧問。1998年日本エネルギー経済、研究処理事長。2000年、笹川南東アジア協力基金運営委員。 2003年アラビア石油代表取締役社長2004年奥ホールディングス代表取締役社長2007年三菱重工業顧問同年三菱重工業取締役2013年安全保障防易情報センター理事長2016年セントラルガラス取締役ありがとうございます